夕焼けに染まった空が次第に暮れてまいりました。ここ広島市民球場、全国の野球ファンの皆さんこんばんは。今夜は広島対阪神の一戦を実況川地直樹でお届けしてまいります。カープの先発は大竹、対するタイガースの先発は安藤となっています。さあ間もなく試合が始まります。さあ注目の立ち上がり、タイガースの攻撃、トップバッターは鳥谷、直球外れました。第2球を投げました。アウトコースの変化球ストライク。第3球を投げました。内角低め打った。セカンドから一塁送球、一塁アウト、ワンアウトです。バッターは2番赤星。第1球を投げました。縦のスライダーもこれはわずかに低いか。第2球を投げた、変化球ストライク低め、見送ってボール。赤星よく選んでいます。速球はストライク、インコース低め。第5球を投げた、直球空振り三振。バッターは3番シーツ。さあ1球目初球打ちました。ヒット、さあ2アウトから先制のランナーが出ました。さあ初球シュート決まった、ストライク。1球目ストライクから投げた、ファールボール。第3球を投げた、打った、ファール。1塁へ1つ牽制球を送りました、セーフ。次は4球目、アウトコース低め、空振り三振。タイガース初回0点に終わっています。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは東出、直球ボール、インコース際どいところ、投げました、スライダー決まってストライク。第3球を投げました、打った、鳥谷ジャンプ、ジャンピングキャッチ。東出ショートライナーに終わりました。投げました、アウトロー変化球ストライク。まずは初球決めてきました。第2球を投げました、速球ボール。ワンエンドワンから投げました、まっすぐ決まったストライク。ツーエンドワンと追い込んでいます。第4球を投げた、内角低め、空振り三振。右バッターボックスは3番栗原、栗原。第1球を投げた、速球見送ってボール。シュートはボール、内角へ、ノーストライク、ツーボール。ノーツーから投げた、インコース、シュート外れてボール。第4球を投げた、フォーク決まってストライク。ワンエンドスリーから投げた、栗原選んでフォアボール。バッターは4番新井。タイガース、ここは内野陣が深めの守備位置に変わっています。安藤、余裕があります。取ってこれで3アウトチェンジ。安藤、今日はまずまずの立ち上がりです。0対0カープ、この回無得点です。これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは5番リー、シュート外れてボール、アウトコース際どいところ。1球目ボールから投げました、シュート決まってストライク、空振り、フルスイング。バッター追い込まれました。さあ4球目打ち上げてしまった、ファールグラウンド、ボールをつかみました。リン、ファーストファールフライに倒れました。バッターは6番桜井。さあ初球シュート決まって、ワンダッシュが際どいところ。初球ストライクから投げました、膝元直球ストライク、速い球できました。投げました、打った、綺麗にライト前へ運びました、ライト前ヒット。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。高め際どいボール。さあ次の投球です。インローギリギリいっぱい、ストライク。投球3球目、変化球ストライク、インローへ。2アンドワン、
カンド送り、二塁アウト、ファースト送り、アウト、ダブルプレイ。2回表が終了して0対0、両チーム無得点です。これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターは前田。直球をまずはインコース。さあ次の投球です。直球打った、ファールボール。投球3球目、速球ストライク、ストレートで押してきます。次は4球目、引っ張った、ファールボール。右バッターボックスは6番ソヨジ。さあ1球目打った、ヒット、センター前ヒットになった、センター後ろにそらした。ソヨギ1塁待って2塁を狙うか、記録はヒットになりました。ワンアウトランナー3塁に変わります。左バッターボックスは7番シマ、スライダー決まってワンナッシング、膝元厳しいところ、三塁牽制、セーフ。打った、これは詰まっています。この打球は取れるか、取れるか、レフト線フェアになった、カープ1点先制。島レフト線へのタイムリーヒット。さあリプレイです。ワンアウトランナー二塁に変わります。さあ追加点のチャンスにバッター、クラ。ふわっと上がってどうだ、落ちるか、ヒット、本塁へ、ホームタッチアウト。さあこれで2アウトランナー二塁。投げた、切れていきます、ファウル。アウトの直球ストライク、安藤追い込んでいます。さあ3球目、スライダー打ちました、ヒットになります、センターからセカンドへ。さあこれで2アウトランナーは1塁3塁。打順は1番に帰って東で、今日2打席目、インコースへボール、ワンボールから投げました、シュートはストライク。投球3球目、打ちました、バットの先っぽ、これはどうだ、追いつけるか、三塁ランナー今ホームイン、カープさらに1点追加、東出ライト線へのタイムリーヒット。ここでチャンスに期待がかかるバッターアレックス、インサイド近い球、ボール、ワンボール、投げました、シュート決まってワンエンドワン。さあ3球目、インコース詰まった、掴んだ、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。2回が終わって2対0、カープ先制点を挙げています。これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは関本。第2球を投げました、打った、ピッチャー掴んだ、一塁送球、一塁アウト、ワンアウト、バッターはピッチャー安藤。第1球を投げました、速球外れました、わずかに内側、ボール1から投げました、落ちるスライダーを低め、アウトコース高めいっぱい、ストライク、打った、前田交代、前田落下点に入った、取ってアウト、ツーアウト。打順は1番に戻って鳥谷、これが2打席目になります。打ちました、ファウル、1球目ファウルから投げた、お、速球外れました。さあ3球目、打ちました、前田前に出る、ヒット、ボールは中継、鳥谷、これで2打数の1安打。さあ初球内角、速球外れてボール、ワンボールから投げた、高めのストレート、ボール、ノーツーから第3球を投げた、あっ、パスボール、鳥谷二塁へ。次は4球目、打った、ライト前ヒット、ボールは中継へ。
さあこれで2アウトランナーは1塁3塁、1塁牽制球を振ります、セーフ、1塁ランナー走った、これはストライク、2塁送球はどうだ、盗塁成功、投げました、打った、入れば逆転、どうだ入るか、2塁へ、タイガース1点返しました、シーツフェンス直撃のタイムリーヒット、赤星3塁ですと、投げました、打ちました、レフト交代、見上げた、ホームラン、ホームランです、逆転スリーランホームラン、初球を完璧に捉えました、4番の一振りで逆転、先ほどのシーンです、ここでタイムです、大竹マウンドを降りましてフェルナンデス、今日2人目のピッチャーとして登板です、バッターは5番リン、これが2打席目になります、外角高めいっぱいストライク、まずは初球決めてきました、投げました、ナックル見送ってボール、第3球を投げました、ナックル決まってツーエンドワン、インコース低め見逃し三振、スリーアウトチェンジ、3回表が終了して4対2タイガース2点リードに変わっています、カープこの回はクリーンナップからの攻撃になります、先頭バッターは3番栗原、今日2打席目、フォーク見送ってボール、さあ2球目、フォークはボール、外角低めノーツー、ノーツーから投げた、外角際どい球、ボール、さあ4球目、第5球を投げた、直球決まって強すぎる、さあラストボール投げた、直球空振り三振、安藤この試合3つ目の三振を奪いました、さあ初球速球棒、まずは高め、さあ2球目、インコースいっぱいストライク、第3球を投げた、まっすぐ決まったストライク、バッター追い込まれました、第4球を投げました、速球棒外へ、第5球を投げました、打った、ショートから一塁送球、一塁アウト、バッターはベテラン前田、今日2打席目、第1球を投げました、打ちました、あっと詰まった、ファールカウントで取りました、これで3アウトチェンジ、最後はファーストファールフライに打ち取られました、序盤終わって4対2、さあ序盤からシーソーゲームの様子を呈してきました、試合はこれから中盤4回に入ります、先頭バッターは6番桜井、ナックルはボール、まずは低め、さあ次の投球です、インコース詰まらせた、新井足が止まって構えた、三塁キャンバス手前取りました、桜井サードフライに倒れました、バッターは7番矢野、投げました、アウトコース低めいっぱいストライク、初球まずは入れてきました、第2球を投げました、低めナックル外れてボール、ワイドワン、さあ3球目、ボールナックル外れました、これも低め、打った引っ張った、ファルボール、さあ5球目、流し打ち、ライト前のヒットになります、2塁送球、矢野これで2打数の1安打、さあ1球目、ナックル外れてボール、ワンボール、第2球を投げた、ナックルはストライク、アウトコース低めいっぱい、第3球を投げた、ナックルはストライク、アウトローへ、さあ追い込まれました、さあ4球目、ナックルはボール、アウトコースへ、打った、三遊間ライナーへ、打った、さあこれでワンアウトランナーは一塁二塁、第1球を投げた、ナックルはボール、まずは低め、さあ2球目、高め際どい球、ボール、投球3球目、ストレートはボール、安藤よく見ています、次が4球目、真ん中低め変化球ストライク、ワンストライクスリーボール、さあ5球目、一塁
送る安藤、きっちり送ってきました。そしてバッターは鳥谷。ナックル外れました。外角直球ストライク。さあ3球目、ナックルはボール、内角低め、ワンツー。次は4球目、直球ストライク、インコースへ、まっすぐできました。ツーツー、平行カウント、投げました。内角高めいっぱい、見逃し三振、スリーアウトチェンジ。4回表が終了して4対2タイガース無得点で終了です。4回の裏、2点を追いかけますカープの攻撃。この回のトップバッターはソヨキ、これが2打席目になります。直球ボール高め、初球ボールから投げました。変化球ストライク、アウトローへ投げました。速球ボール投げました。スライダーストライク、外角低めいっぱい。さあ投球5球目、高めボール球打った。リンゆっくりと構えた、ファールグラウンドキャッチしています。ソヨギファーストフライに倒れました。左バッターボックスは7番島。第1球を投げました。変化球ストライク低め、まずは初球決めてきました。さあ2球目、フォークはストライク低め、2ストライクノーボールです。クラストレートはストライク、まずは外角低め。さあ2球目、